オールバニは、アメリカ海軍の重巡洋艦、オレゴン式9重巡洋艦の2番艦、あとに、ミサイル巡洋艦へ回収、オールバニ級、ミサイル巡洋艦の1番艦となる。艦名は、ニューヨーク州オールバニにちなむ。その名を持つ艦としては4隻目。オールバニは1944年3月6日に、マサチューセッツ州クインシーのベスレヘムスチール社、フォアリバーゾー戦所で寄港し、 1945年6月30日にエリザベスカイ・ピンクニー夫人によって浸水。1946年6月15日にボストン海軍交渉でハロルド・エイーカー・アライル艦長の指揮下収益する偽装及び成長巡航をメイン州カスコ湾近くで行った後、オールバニは東海岸沿いに作戦活動を行うが途中西インド諸島への巡航で中断する。 オールバニは海軍予備役兵及び予備役士官訓練部隊の兵員を乗せ多くの訓練巡行を行った。この訓練任務は1948年9月11日まで継続され、その後チェッサピーク湾から地中海へと派遣される。オールバニは第6艦隊の機関となる。地中海での任務は10年に及び、東海岸沿い及び西インド諸島での第6艦隊での5度の展開。 南米の港への3度の巡航を行った。南米への巡航には1951年1月のブラジル大統領就任式に出席するアメリカ代表の輸送も含まれた。アセスオールバに1958年6月30日にオールバにはミサイル巡洋艦へ転換するための回収作業に入る。1958年11月1日に CG-12 艦視番号を変更され、続く4年にわたってオールバニは、ボストン海軍交渉で広範囲な改修が行われた。オールバニは1962年11月3日に、ベンビーピケット艦長の指揮下再収益する。その後およそ5年にわたって、地中海、北、大西洋といったヨーロッパ海域での活動を行い、本国では、東海岸沿い及び西インド諸島での作戦活動を行った。 この間にオールバには多くの親善訪問を行い、他国海軍との共同演習も行った。1967年3月1日に、ボストン海軍交渉での改修作業に入り、約20ヶ月後の1968年11月9日に、ロバートーペニストン艦長の指揮下現役復帰する。1973年に再びオーバーホールのため、フィラデルフィア海軍交渉入りし、 1974年5月にロバート・エケルンド艦長の指揮下現役復帰するバージニア州のオフオークが母校となりその後間もなく第2艦隊の機関任務に就く1976年から1980年の間にオールバニは第6艦隊の機関任務に就きイタリアのガエッタを母校としたオールバニは1980年8月29日に退役したありがとうございます